キッド・カディは、アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランド出身の、ラッパー、歌手、ソングライター、音楽プロデューサー、俳優。2008年にカニエ・ウェストが主催する、レーベルグッド・ミュージックと契約。ヒップホップにエレクトロニカサウンドを融合させた、新しいスタイルで話題となる。2009年のデビューシングル、デ n ナイトは、ベイビルボード・ホット100で、 最高3位のヒットを記録した。その後も数々の作品を発表し、2020年にはトラビス・スコットとの楽曲、ザ・スコッツが全米1位を記録している。また、2010年からは本名のスコット・メスカディ名義で俳優としての活動を、はじめ、映画やテレビシリーズなどに頻繁に出演している。キッド、カディ学生時代からラップ活動を行っていたキッド。 カディは20歳になるとともにニューヨークへ移住し本格的にプロを目指すようになった。その後自身初となるミックステープ A キッドネームドカディがカニエウエストの注目を引き彼の主催するグッドミュージックと契約を結ぶことになった。2009年デビューシングル Day Night がベイビルボードホット100で最高3位のヒットを記録する。8月25日 デビューアルバム、マン、オンザムーン、ザ・エンド・オブ・デイをリリース。全米アルバムチャートにて初登場4位を記録。2010年11月9日、セカンドアルバム、マン、オンザ・ムーン・ツー、ザ・レジェンド・オブ・ミスター・レイジャーをリリース。全米アルバムチャートにて初登場3位を記録。2013年4月16日、サードアルバム、インディカドをリリース。 コーチェラフェスティバルでのパフォーマンス2014年2月25日、フォースアルバム、サテライト・フライト・ザ・ジャーニー・ツー・マザー・ムーンをリリース。2015年12月4日、フィフスアルバム、スピード・ンブレット・ニ・ヘブンをリリース。2016年12月16日、シックスアルバム、パッション・ペインデーモン・スレインをリリース。 2018年6月8日、カニエ・ウエストとのコラボレーティブアルバム、キッズ・シー・ゴーストをリリース。2020年4月24日、トラビス・スコットとの楽曲、ザ・スコッツをリリースし、全米1位を記録した。12月11日、セブンス・アルバム、マン・オン・ザ・ムーン・スリー・ザ・チョーズンをリリースする。スタジオアルバムコラボレーティブアルバム。ありがとうございます。